皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。講師の藤本です。今日はタイトル通り、日本人が米国遺産税を理解する際の注意点というところで、簡略してお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。アメリカの場合っていうのはですね、実はちょっとに単語としてなかなかこうファミリアリティというか受け入れづらいところあるかもしれませんけども、遺産課税方式っていうのを米国は取っているんですね。遺産に対して課税されるんだと。つまりこのように相続が起きた時に最初に納税をして、そして税金を払った後のお金が相続を受け取る人、つまり相続人に渡るということなんです。日本の方は考えていただきますと、相続が起きて相続人が遺産をもらって、そしてそれを納税すると、申告をして納税すると。こちらの場合、米国の場合は遺産を残した人も実際にお亡くなりになっていらっしゃらないので、それはまあ財団エステートっていう形で残ってるわけですが、そのエステートが税金を払って残ったお金を子供さんなりの相続人に分割するというのが、これをアメリカの方式であって、それをですね、まあ大きな括りで言うと遺産課税方式っていうそうです。さて、今言ったのを簡単にこうまとめますと、相続を受ける人、相続人が資産を受け取る前に遺産税の申告をね、して残りの純資産を分配される。その分配したものを相続人が受け取るということでございまして、相続人自体はだからその申告自体にはかからないということになるのが米国のシステムです。ここでですね、気をつけていただきたいのは、相続人が実際の資産を受け取るまでに非常に長い期間がかかる場合があるということで、特に日本にいらっしゃって米国に資産があるような場合はですね、特にセキュリティというか株等のですね、投資をしている場合ってすごく顕著なんですけども、ものすごく時間がかかりますので注意をしてください。これがまず第一点でですね、米国の遺産税考えるときに、あ、こういう仕組みなんだなと。最初に税金払って、そしてその後の純資産を分配するのがアメリカの仕組みなんだなっていうのをご理解していただきたいわけです。じゃあ次行きましょう。次なんですが、日本には絶対ない制度ということで、米国にはつまりこう地方というか州でですね、相続税、遺産税がかかる州があるということで、こちらに私がリストしようと思ったんですけども、なかなかリストするとですね、たくさんありすぎて、リストするよりもですね、まあ、こういう形で、この下に書いてありますそのウェブサイトのアドレス見ていただければですね、どこで取ってきたか分かるんですけれども、こういうふうに見てみるとですね、なんか北の州っていうか、それもまず東海岸の北の方にある州、そして西海岸の北にある州、そしてなんか中西部の北にある州にこう集中してるなっていう風な感じがしますよね。まあその州レベルでのその遺産税っていうのがあるっていうのがアメリカの大きな特徴になるわけです。そこでですね、ちょっとちっちゃいかもしれませんけども、そのただ州の遺産税っていうのは連邦の遺産税を計算する上で考慮、税務申告の上で考慮できるんで、必ずしもですね、増額にならないケースも多いと思います。これはそれぞれの州で違うので、またここで断定して言うとですね、間違えたことを言ってしまうんで、一般的に言うと、こういうことになるんです。それでですね、
そのきっと皆さん、もし日本の方がこのビデオを見てるとき、見てるとすればですね、全くアメリカの人っていうのは、なんでその、連邦税のことばっかり話して、地方税のこと、州税のことって話さないんだろうって、疑問に持たれてる方、たくさんいると思うんですが、それはですね、これ見てお分かりのようにですね、もうこれ、それもうこの20ぐらいですか、20ぐらいの州がもうそれ毎日変わってるわけでございまして、まあ変わらない、毎日とは大げさかもしれませんけども、常にこう変動しているわけであって、議会でもってね、それをこうまとめてお話しするというのは実際こう実務上不可能なんですよね。それをちょっとご理解していただきたいなと思います。ただですね、今度この次にお話しするその日米の相続税条約っていうところで外国税額控除っていう制度があります。この時にその州にお支払いになられた相続税も日本の方で外国税額控除が取れるか取れないかっていうのはですね、ここはクエスチョナブルというか、かなりこうハイレベルのその税金のディスカッションということになると思うので、それもですね、かつそれは日本の税金のっていう、そういうことになると思いますので、ここは慎重に、アプローチをしていきたいなっていうふうにしていただきたいなっていうふうに思うわけでございます。じゃあ最後のスライドに行きましょう。日米の相違点、日本の税金相続税から考えたときに米国の相続税を考えるというのは、一番もう一つはですね、日本が唯一条約、相続税条約を締結している国がこれなんと米国でございます。米国です、ね、で私が説明したように米国は遺産課税方式であって、日本は遺産を所得したものに対する課税方式、遺産所得課税方式。藤本さん、それ日本語すごく似てて分かりづらいんですけどもって言われそうなのよく分かりますが、すいませんね、これはこの点をお許しください。遺産をもらった人が納税するということで、つまり2つのシステムが全く相反するというところで、国際的な二重課税を排除しようということで、日米がですね、なんと1954年に締結したという、たった1カ国米国と締結しているという、このユニークなその日米相続税条約っていうのがあるんだなっていうのも覚えておいていただきたいということです。そして最後のポイントですね、米国ではこの遺産課税方式、相続する資産に対して課税されるということであれば、当然人のね、普通の人であれば生前贈与をして課税額を減少しようという動機が出てくるわけですね。そうすると遺産税の方で税金がかからなくなってしまうというようなところもあって、アメリカで発展してきた制度というのが贈与と相続を一つの非課税枠にしたユニファイドクレディット、これを日本語で統合税額控除と呼ぶそうですけれども、それが2022年の時点では 12.06 million dollars あります、ね、ここも非常に大きな日本とアメリカって考えた時に違いだと思いますので、覚えておいてくださいませ。ということで、もうこれで今日のビデオこれで終わりにします。これが私どものいつものディスクレーマー。しかし、ちょっと待ってください、皆さん。待ってください。11月の18日と11月19日、11月20日の金土日にですね、グリーンカード保持者の税務プランニングのすべてということで、ちょっとすべてって言い過ぎかなって言われそうですけれども、米国に永住権者として住む人たちに絶対に知ってもらいたい、その永住権者独自の税務プランニングを同じ内容で3回違った時間帯で講義をします。登録リンクが欲しい方はですね、crossborder@cdhcpa.com にご一報いただければリンクをお送りしますので、ぜひご参加くださいませ。そしてこのセミナーの登録リンクをですね、お友達に事前に転送していただいた方には、このグリーンカード保持者の税務プランニングのパワーポイントのスライドの PDF バージョンと、
そしてチェックリスト、これも合わせて特典としてですね、お送りしますので、ぜひ、11月の、中旬から後半にかけてやるこの講義、聞いていただきたいなと、参加していただきたいなというふうに思います。ということで、これで今日の日本の相続税から考えた時のですね、米国相続税、遺産税、注意しなければいけないという点についてお話をしました。本当にどうも皆さん、今日はありがとうございました。失礼します。